こんにちは。横浜市戸塚区にあります、ハリキュー整骨院三元堂院長の村松です。今日はですね、三元堂によく寄せられるお問い合わせの中でもね、結構多い保険が使えますかというお話をしていきたいと思うんですけれども、基本的に、三元堂のような接骨院、整骨院ですね、こういったところでは、健康保険の適用が、受けられるんですけれども、これには実はですね、条件があって、全てのものに対してですね、保険が効くわけではないんですね。どういうことかというと、保険が使えますかということでちょっとまとめてあるんですけども、保険が使えるのは急性の怪我、こういったものです。で、慢性のものですね、こういったものであるとか、あと原因がはっきりしないものね、あといわゆる肩こりとか腰痛とかといった、怪我ではないものですね。こういったものに関しては保険が使えません。はい、今までにね、もしあなたが接骨院とかでですね、この慢性のものであったりとか、原因がはっきりしないものであるとか、肩こり腰痛、こういったもので保険を使ったことがもしあればですね、これは実はですね、法律的には違反になってしまうんですね。はい、なので、三元堂ではですね、法令遵守、いわゆるコンプライアンスですね、このあたりをきちっとさせていただいていますので、こういったものですね、急性の怪我ですね、でないものに関しては、基本的には実費での施術をさせていただいていますので、そこはご理解いただければなと思います。ポイントとしてですね、ちょっとあるまとめたところにもあるんですけども、いつどこで何をして怪我をしたのか、これが分かるものですね。こういったものは保険を使えることがありますので、ご相談いただければと思います。もちろんね、ここにあるような慢性のものとか原因はっきりしないものでも施術は可能ですので、もしね、あなたが今何かそういった症状や不調で、悩まれていることがあればですね、ぜひ、ご相談にいらしていただけたらと思います。ということで今日はですね、健康保険が使えるものと使えないものということでですね、はい、いつどこで何をしたら痛くなったか分かるものには、急性のものには保険が使えますよと、それ以外のものは実費になってしまいますよというお話をさせていただきました。ではね、今日はこれで失礼いたします。